確かここが薬局ね。葉月さん、どうしたの？お二人だけに迷惑をかけられません。私が怪我をしてるばっかりに。いいのよ、気にしないで。それじゃあ早く見つけてここから出ましょう。はい。ずいぶんめちゃくちゃになってるわね。消毒薬と包帯が残っていればいいけど。包帯ね、ありがとう。これなら使えそうだわ。よし、あとは消毒薬ね。あ、消毒薬ね、ありがとう。これなら使えそうだわ。ありがとう。これだけあれば手当てができそうね。あ、そうだ。お金はちゃんと払わないとね。さあ、戻りましょうか。
この匂いガスだわ。地上に出ましょう。さあ早く。
それはもう昔の話だ。人は変わる。そんな、あの人は。葉月さん、あなたたちは森田のところにいた。あやみ、なぜ彼らと一緒にいる？二人にはホテルに取り残されていたところ助けてもらったんです。ほう、君たちが。あなたは一体何者なんですか？失礼、自己紹介がまだだったな。私の名は氷川、刑事だ。え、刑事？葉月さん、本当なの？あなたと葉月さんはどういう関係なんですか？昔彼女の家族と付き合いがあってな。それだけのことさ。そうですね、亡くなった母の古い知り合いで。あなたが森田さんの命を奪ったんですか？森田さんって森田グループの？どういうことですか？昨日森田さんが亡くなられているところに氷川さんがいるのを見たの。実際に森田さんが殺された瞬間を見たわけじゃないんだけど。私も銃声を聞いて駆けつけただけだ。犯人の目星はついているかな。さっき話していたあの人って誰ですか？ああ、ただの古い知り合いの話だ。そうだろ、あやみ。はい。さて、私は捜査を続けなければならない。君たちは避難所に急ぐんだ。くれぐれも妙な奴には近づかないことだな。一番妙なのはどこのどいつよ。あ、ひょっとして葉月さんってあの葉月建設の？え、あのあ、ごめん。とにかく怪我の手当てをしましょう。はい、これで大丈夫。ありがとうございました。行かないの？いえ、急がなくちゃならないので。すみません、失礼します。ちょっと待って。ねえ牧村さん、せめて食べ物だけでも渡してあげない？思い出したんだけど、葉月建設ってこの島の建設費用を横領したとかで最近ニュースになってたじゃない？横領に関わった秘書が自殺したって話。でも葉月さんが、まさかね。